今月千種区の老舗ボーリング場星ヶ丘ボールが12月5日をもって丸53年の歴史に終止符を打つことが明らかに名古屋市では今年3月名古屋駅前の名鉄レジャックの閉館に伴い入っていたボーリング場が閉店中区のスポルト名古屋も今年いっぱいで営業を終えると発表しています今ボーリング場に一体何が起きているのか そしてこれからの展望は、はい、ボウリング場が減ってきているという話題なんですが愛知県のボウリング場は去年の年末時点で37件だったんですね、それが今年3月に名鉄レジャックが閉館になりました、さらに来年までに2件が営業を終了するということで、まあ、34件にも減るということはもうはっきりしているんですね。 実はボーリング場の減少は愛知県以外でも起きているんですね。こちらご覧ください。全国のボーリング場の数の推移です。うん、ピークだったのが1972年これ3697件ありました。 そこから減り続けていってグラフ2006年からなんですけれどもここでは1015件さらに減っていて直近では673件ですのでピーク時の5分の1程度になっているという状況なんですね。 ではここからはボーリングを通じたコミュニティ形成などを研究している笹尾慎太さんにお話を聞いていきます笹尾さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずどうしてボーリング場はこのように減ってきているんですかねはいあの先ほどのお話にもありましたが日本ではボーリングブームが1970年代の序盤に起こったんですけど、はい、ちょうどその頃に作ったボーリング場が50年 2立つあたりであの老朽化のために取り壊し、えー、あるいは、ですねやはりボウリング場は非常に広い、えー、施設ですのでつぼ、えーまあ、単価といいますかやっぱ採算性を取るにはや,やはりかなり設備を回転させなきゃいけないのでそう,、まあ、そういう経営の難しさという問題もあるかな,と思いますなかなか難しいなと感じますがこういうふうにボウリング場がなくなっていくということはこの社会にどんな影響を与えるんですかね。 はい、あの私が専門にしている社会学という学問では、地域の人々の信頼の絆が高い地域ほど、例えば犯罪が減るとか、人々は健康になるとか、まあ、そういったことが指摘されてるんですけど、まあ、そんな時にですに、ね、やっぱボーリングを通じて人々の絆を作るっていうのがすごくあの注目されてるんですね。 ということなので、やはりボウリング場にはです、ねあの、ただのスポーツ設備、施設としての意味合いだけじゃなくて、人々の絆を作る社交場としての役割があるかなというふうに私は思ってます。ははははいはいはい、はい。 であのやはりもちろんあのみんなでつながりを作るときにやっぱ会話をしたり食事をしたりすることがとても大事ですけどもやはり会話だけだとやっぱ間が持たないとかやありますのでみんなで例えば一緒にお祭りをするとか一緒に清掃活動をするとかそういう何かしらの交流のためのネタ こういったものがやっぱり重要だと、まれ、あ、わの感覚でも分かると思うんですけど、ええ、まあその時にボーリング場っていうのは、あのまず気楽にえー入れますし、体を動かせますし、そして何より年齢や性別に関係なく楽しめるという点ですごくこう交流活動のネタとして、かなりいいと思ってます。ですので、やっぱこういうコンテンツって実は意外と世の中にそんな多くないので、あのそういう意味でボーリングの魅力っていうのはあると思いますね。 確かに会話だけでなくて何かを一緒にすることでよりその絆って強まる感じがありますしそういうふうに何かを一緒にする場所ってないなと思わされますね。うんはい、その通りだと思いますだとすれば残すためには何が必要になってくるんですかね、はいあのまあ、私も、まあ、研究者の立場としてもこれはまだ仮説的な段階なんですけど、はい、あのやはり ボーリング場の,あの経営をなさっている方々が、ですねボーリング場をただの,そのスポーツ施設として見なすというよりかは、人々が集まる場所、でそこにボーリング設備がくっついているえ、それぐらいの感覚で、ですねぜひこれから社交場としてあの、ボーリング場を再定義していくような形で経営をしていくと、いろいろまた新しいものが見えてくるんじゃないかなと、個人的には思ってますそのように人が集まる場所としての工夫を凝らしているボーリング場というのは、もうあるんですか はいあのいくつか有名な例がありますので、ちょっとご紹介したいんですけど、はい、1一つは東京の渋谷にあります、笹塚ボールというボーリング場があるんですけど、えー、こちらはやはり渋谷ですので、若者やサラリーマンが非常に多い、えー、そういうボーリング場なので、あの他のボーリング場にはないぐらいおいしい料理を提供したり、あのいいお酒を提供したりして、ですね、えー、こちらの写真ですね、<ー>もう本当に普通のボーリング場じゃありえないぐらい手が込んでるんですけど、いいまあこういう形で、え、おいし <laughs> ですね、えー、なのであのサラリーマンとか若者がこういうものを食べたりしながら楽しめる、えー、あるいはですねもっとユニークなのは結婚式を、えー、やったりすることもできるんですね。えー、はいこちらも <laughs> これはなかなかか変わってますね、変わってますねす一生の思い出に残りますよね。はい、で、まあ、これは今後の展開ですけども、まあ、あのこれから改装して、あのボーリングレーンの横にステージを作って、そこでライブをするとか、そういったことを目指したりもしていて、すごいユニークな事例の一つですねは、まあ、こんなふうに、<で>はい。あ,あごめんなさい、どうぞ。あのこんなふうに、ボーリング場プラスアルファの要素が今後、必要になりそうですね。あおっしゃる通りですねはい で、もう一つですね、ユニークな例は、あの、沖縄県のボーリング場全体的にですね、すごくユニークで、やっぱ沖縄の人って、あの、ユンタクといって、こうみんなでお酒とか飲みながらおしゃべりするのが好きなんですけども、ほうほうまさにボーリング場がこの写真のようにですね、みんなで、これ、あの、経営者の人もちょっと大丈夫かって感じだと思うんですけど、自分たちでオードブル買ってきたり、料理作ってきたり、お酒買ってきたりして、それを持ち込んで、 あの後ろで食べながらボーリングをすると、あのやっぱり普通、ボーリング場って、設備が汚れるの嫌,い嫌がられるので、あんまり飲食、そこまで派手にしないのが普通なんですけども、沖縄はこういう形で、まさに居酒屋に行く代わりに、ボーリング場でボーリングをする、えー、こういった形で、ですね地域の人たちの交流の場として、ボーリング場が機能しています。で、えー、ですののやはりこうまあ全ての 全国のボーリング場がこういうことができるかというと疑問ではありますけども、ぜひこういうわかりやすい例を念頭に置いてですね、これからボーリング場をこういう社交場として再定義していくことが不可欠かなと思ってます。わかりました。佐々さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。